にちは、シュウです。今回はシュウミン使って闘技場3やっていこうかなと思います。リーダースキルが光の2コンボ以上軽減、攻撃 2.5 倍、光5個以上攻撃上昇、最大7倍だね。よし、やっていこう。いやこれさ、結構ねシュウミン実装されたの前なんだけど、あの素材がなくてね、ずっと進化できなかったんだよ。なんだけどようやくね、これツイッターの方でこのアムネルだっけ、あの名前忘れたんだけど、それをね言ってくれるっていう人が一緒にいたんで、ようやく動画にできます。 OK。 さっきねちょっと使ってみたんだけど、多分そんなね強くないと思う、正直。 OK。 でこれ暗闇キーので全力でコンボしよう。ただ列がね割と多いんだよ。なんで列の暴力で意外と火力出ると信じたい。こんなんでいいんじゃないかな。 OK。 ちょっとコンボしょぼめだけど、いいでしょう。フレンドがね1人しかいないから、ここで勝っておきたい。で基本的に多分アポロンとエスカマリのスキルだけでいけると思うんだけどな。とりあえずアポロン使います。アポロン使って、で1列確か16倍かな、1列16倍で9こげしで最大倍率だった気がする。ちょっと温存でこんな感じ。これで16倍 2.5 倍かな、4倍 2.5 倍、そうだね100倍。 OK、 いいね。プレドラじゃなくて次いけるかな、1列とあれで。いや今日さ、なんかいろいろね究極来てたね、究極。あ、なんだけどさ、ちょっと見づらかったねあれ、究極の発表。なんか今までさ、はい、あのツイッターで発表されるじゃないですか、情報が。であのステータス画面だけポンって出たんだけど、なんか今回だけ動画、 YouTube で動画出てた、見づらいわと思っちゃった。今まで通りさ、あれでいいのよね、チョガンホさんまあさ、いつも通りあの画像だけでお願いしたいんですけど、はい、いいんじゃない。あー、闇消したかったな。軽減あんのでかいね、これ確か昔軽減なかったんだよね。なんで軽減貼れんのはでかいけど、光がね大量に必要だから、結構スキル必須みたいなとこ正直あるんじゃないかな。なるべくノースキルでいきたい。 OK、 いいね。で今回究極したモンスターで何強いんだろう。なんか正直リーダーでねめっちゃ強いなっていうモンスターはいなかった気がする。悪くないんだけどね、他のモンスターが強すぎて、って感じは正直あった。ただ闇カーリーとかね、7コンボ強化2個持ちかなだったし、2個持ちか忘れたけどなんか持ってたし、エスカマリもね確か7コンボ強化2個持ってたね。で闇カーリーいいなと思ったのはガードブレイク持ってんのいいなと思った。なんか今の時代結構ね、私ガードブレイクが強いなと思ってんだよ。なんでガードブレイク持ちはありがたい。で確か闇カーリーのリーダースキルがなんだっけな、ちょっと待ってねちょ集中します。あーでこれ、いやいいか、光温存しようかなと思ったけど消そう。闇カーリーが 1.5 倍と7倍だったかな。なんで倍率はね、まあそこそこ出て HP1.5 倍だから確保できてんだけど、そんなに強くない気もする。なんで今回の究極でサブとしていいなってモンスターいたけど、あんまりリーダーとしていいなっていうのがいなかったな。はい、これもいったでしょう。結構 HP 高いね、4万あれある、4万3000。いいね、1000万出てる。これねプレドラ倒せんのか気になってたけど、多分今の感じならいける、ね、うわーうわぁ、これどうすっか、ヨギソトース使おうか、安全に行こう。あ、これ初だな、超追撃使うの。そう、今までね、使ったことない。いや、あったかな、嘘ついた。ネネで一回使ってた。ネネちゃん。ハロウィン、ハロウィンガチャの。これで多分なってるよね。すげえ。たださ、光9個必要って、なかなか光じゃね、回復9個必要な電池点で結構難しいよね。ヨグソトースとかそういう陣、三色陣的なのないと自力で呼ぶのめちゃめちゃきついと思う。はい、たださ、この超追撃実装された時さ、なんか超ド根性みたいな、超ってかド根性系出んじゃないかなって噂されてたけど、結局まだ出てないね。後々出んのかな。とりあえず一回自力で色呼ぼうか。よいしょ。OK。で温存して、はいよ、はいはい、 OK。 アウストラリスとかもね究極したんだけど、どうなんだろうアウストラリス、正直よくわかんねえや。うわー、お前もうやだな。一回ちょっと下ります。ここで下ったら早送りしよう。多分この子確実に光消す系の子なんだろうね、この右の子。で
光、オッケーいいね。で消さないで、いやーシューミン使うか。これ見て、フレンドの人がさめっちゃ持ってんだよ。アポロン使っちゃおうか。アポロン使って、できたらねフレドラ戦で使いたかったんだけど、なんかグダってるので、確かシューミン倍率かかってたよね。体力タイプ 1.5 倍かな。なんか炎波かけるあれだった気がする。うわやべ、倒せなかった。で光は温存しようか。温存しよう。 OK、 多分この感じだといけるでしょう。うん、いいね。ちょうどプレドラ戦でエスカマリ使える。なんでエスカマリ使って突破します。いやーこれ光、いやいいか、光温存かなと思ったけど、次エスカマリ使えるからね。いや光パのねエスカマリの出番の多さがすげえな。はい、 OK、 いいのではないでしょうか。いやほんと軽減がマジででかいと思う。シュミンがねこれで 7×6 番面になるとかだったら結構ぶっ壊れだったんだけど、さすがにそれはないわ。でこれ使って、シュミンね、ここシューミン使います。シューミン使ってエンハンスかけて突破しようやべえ、すげえグダっちゃった。あ、できたら 2way の方がいいか。 2way にしてこんな感じで、うん、これでいいでしょう。多分 2way にするとアポロン、アポロンが 2way 持ちなんでいい火力が出るはず。 OK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  やば、グダったけど。で次どうしようかな。ゼヘラか。ソニアグランだったらよかったんだけど、ゼヘラだとスキル使わない。一回ワンパンしないとダメだな。一回ワンパンしよう。シューミン使って、もうさ4つ消しでいい調整できんじゃない。で光にコンボ入れると軽減も貼れるから、仮にヤバくてもヤバくない。はい、これでワンチャン無理かな。4つ消しで半分できたら、あーおそう、あ、でも追撃 1,2,3,4,5,6、 あーダメか。やっぱないよね基本的に、その回復の9個っていうのが盤面に。ただあれはできる、この4つ消し回復の。はい、で光を飲んで、はいよ、こんなんでいいんじゃない。このねアポロンの回復のあれが生きてる。やべえ、倒しちゃうかな。あ、いい調整だね。で神バインド飛んできて、これ今神バインド飛んできてって言ったけど、一瞬シューミン神タイプだったら焦ったな。で列消しで倒します。うん、なんか全然強くない全然強くない気がする。いやこのチューチューじゃねえ、超追撃の仕様もうちょい変えてくんないかな。回復9個大変だな。 OK、 でちょっとバインド解けるまで待とうか。ちなみに継承がドットライトニングに封刃つけてる。であとは、あとなんだろう、ヨグソトースにあれ名前忘れた、あれつけてます。名前出ねえや、ラシオス。うん、これは別になくてもいいんじゃないかな。でフレンドもラシオスだね。そう、最近このラシオスのさ出番が多いよね。前3ミッタやった時もさ、アザトースラシオス使えばワンパンできちゃうんだよ。はい、あーやべ、こうか、ちょっとずれてたね今。はい、うわーちょ水消せなかったな。まあただこれで突破したはず。これソティスね、意外と調整できなくはない気がする。いや無理かな、やってみようか。これ5個だと倍率出ないんだっけ。いや5個以上つなげると攻撃上昇だ。5個で出んだ、5個で倍率出る。いやどうしよう、攻めるか。ちょ攻めます。いやわかんねえな。5個消し3コンボ、5個消し3コンボ。いや2コンボにしよう、2コンボ。いやいけるな、5個消し3コンボでよかった。ちょ1回量見ます、1回量見ます。このソティスに対してのこと 1コンボっていうか1ターン貯めんのもすらもったいないよね。これがもったいない。5個消し3コンボいきます。これ泥強のね加減もあるから、多分変換とかしちゃうとまた変わってくんだと思う。4コンボ攻めの4。いや落ち込んゼロお願い、落ち込んこないで。結構攻めないとね、今の一旦無駄が結構効いてると思う。落ち込んだよ、うわよしよしよし、うわーでどうしよう、うわー難しい。
ここで攻めたい、攻めたいけど使うか。ただ落ちやすくしたくねえな。ただ変換これしかない。シューミンっていう手もあったんだけど、シューミンエンハンスかかっちゃってさ、どうなるか分かんなかったんだよね。なんで使いたくなかった、シューミンは。どう、いや、ドロキを含めんのやめるか。ドロキを含めんのやめよう。オッケー、行ってくれ。よし、あぶねえ。今ドロキョウじゃないの含めた変換したアポロンのあれで、オッケー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 。いや、いけ、意外といけちゃうね。で今まだ光落ちやすいゾーンなんで、ここで大量に色消します。はい、じゃあ光温存でいい。さすがにこいつは柔らかいでしょ。結構列の暴力でね、割と列消しにすると火力が出るわけでもないんですよね。あ、ゼルダやりて。はい、うん、これはいった。で次だな。いや、でもパールも光の2コンボすればやりやすいんじゃないかな。いや、出てほしくないんだけどね全然出てほしくないんだけど。オッケー。でここは列4、うん、これで突破したでしょう。はい、うん、順調だね。やっぱ列4、4つ消しのね、アポロンの火力がすごいいいと思う。オッケー、1234567 8、オッケー。次も列3組めんね。いや、ただ変えられんな、この量だと。ですよね。これでいけないかな。これで何倍出てんだっけ。あ、水組みたい、水組みたい。いやー、落ち。36ならワンチャンだ。36ならいってくれ。よし、いいぞ。で、ヨグソトースにラシオスがたまりそう。ペラドラが積みになってしまったけど、しょうがないよね。エスカマリからの風神使います。風神使ってで突破でしょう。はい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 、オッケー、いいんじゃない、これで。はい、で光急行じゃなくて回復急行、回復急行。いや、出ねえよな、回復急行。いや、超通撃修正だな、これは。いや、だよね、だよねってわけじゃないけど。いやー、どうしよう。ヨグソトース使えば多分倒せる。多分倒せるけど、ベルゼブブが積みになっちゃうんだよ。いや、でもこれ結構無理ゲーじゃないかな。いや、これ結構さ、ヨグソトースなしで行くの無理じゃない？回復急行出せる人いる？落ち込ん、いやー、これヨグソトース案件だな。ベルゼブブ出たらそこで動画終わろう。撮り直してもいいんだけど、フレンドがいないんだよね。はい、オッケー。さすがにね、ヨグソトース使えば9個ぐらい出るでしょう。いや、弱いな、シューミン。弱すぎに召喚対象。いや、でも弱すぎはあんましたくないんだよな、怒られるから。はい、オッケー。で、ベルゼブブ出ないでお願い。ベルゼブブ出たらもうしょうがないでしょ。もうそれはもう動画終わる。あ、ポロンか。ポロン帰ってきても意味ねえんだよな。よし、でですよ、これ一番強いダメージもさすがに4万3000あれば耐えれる気がするんで、こうします。こうして、で光も消そう。ちょっと怖いんで一応落ち込んにかけて、落ち込んでね、軽減貼れればいいなぐらいで。はい、うん、いいよ。で光作って、よし、で倒そう。倒します。いや、案外勝てるかもしんない。ペラドラ出たらどうしようかな。ペラドラ出たらそこで動画終わろう。はい、ちょっとだけ温存、1個だけ温存。これは果たして温存っていうのかな。わ、でもすごいね、300何倍とか倍率出てんだ。わ、お邪魔邪魔くせえ。さあ、何来る。うわー、ヘパストか。ヘパストダメなんだよ。とりあえず一回光呼びます。光呼んで回復も残しとか、ワンパン前提にする。これ超追撃で回復9個来ないから消すか。なんか回復9個来るイメージがないもん。落ち込んで回復じゃなくて、落ち込んで光くればワンチャン。光、落ち込んで光。
いやーもう耐えれないかな。いや耐えてるけど、いやーこれ落ち込んで、一応光の2コンボすれば軽減貼れんだけどさ、多分もうそれは後伸ばしに過ぎないから、ちょっと落ち込んで光くんのかけます。いやこれもう遅延振ってない時点でね、そう遅延振ってないのが悪いんだけどね、遅延っていう継承継承してないのが悪いんだけど、はいダメでした。今さコインがないんだよね本当に。そう少ないでしょ。ちょガチャ1回だけ引いて終わろうか。スーパーマンフラッシュ、はいはい。このダイヤさ、これはい、あバイバイ。よしフレンドがね1人だけまだ出てたんでやろう。いやーでこれさ攻めていいかな、まあ攻めていいかなってもう指動いてんだけどさ、いやこれ4つ消しにしたら回復のあれでいけないかな。いやでも死ぬこれ。やっただ4つ消しのあれを信じよう。あオッケーオッケーオッケー、おおひかーいいね、こーいいね、完璧だ。よし結果オレだ。いやーでさっきビシュヌここで出たんだよね。よーしちょなんか運ゲーみたくなってんな、まあいいや。とりあえず、いやー意味ねえか、これ光呼ぼうかなと思ったけど普通にスキル使った方が良かったかもしれない。ちょミスったな。はい多分1列じゃねどうせ厳しいと思うんだよね。それなら初めに使っておくべきだった。でこれ使おう。多分リファイブ来ても光の2コンボ軽減で多分耐えれると思う。2コンボ軽減、光の複数コンボで軽減貼れるから、でもこれで耐えれんじゃないかな。はいうんすげえな、消し方がちょっとすげえけど。で光大量に来て、いやーどうだろう1列だとね。ただ光落ちやすくなってるから全然可能性はあると思う。オッケーオッケー、あーいい激アツだ。闇が誰もいない。ここでね光吸収だったらすげえめんどくさかったな。でこれ多分光落ちも来ます。まあ、来なくてもいけんじゃないかな。なんなら来い。うわー落ち込んゼロ。いやーお、うん計算通りです。そうこれは今闇系、あそうか、えわアポロンだ、あぶねあぶね。で、ここは、シューミンかな。回復しつつ突破って考えたらシューミンだね。よく外押すでもいいけど、取っときたい。うん。で、列で、この回復のある、あぶねえ。ちょ、落ち込ん来てよ。落ち込ん1個でもくれば多分倒せたな、今。はい、どうです、いいね。いい、ちょ、回復の4つ消しでどうにか間に合って、落ち込ん。いや、これヘラ死ぬんじゃないかな。耐えれない気がする。さすがに。よし。いや、ヨグソトース取っといてよかったね。ヨグって、うん、ここで倒そう。で、さっきみたいにヘパストで1個だけ残すか。なんかさっきも1個だけ残した気がすんな。頼む、出ないでヘパスト。一応さっきと違うところは、継承がね、右の2枚が溜まってんだよ。なんで、遅延食らっても生きていける。いいね。いいね。割と、全力 OK だと思う。ただアポロンの打ちやすいやつはなるべくやりたくない。これなんだろう、ソウルブレイドガードって。あ使っちゃった使っちゃったから行くか、行こう。あれは分かってんだよ、誰のスキルか分かってんだけど、どういうスキルかが分かんないんだよね。わーこれ火2コンボいけんな。いやー無理、ごめんなさい。落ち込ん、いや落ち込んが絞られてんな今日は。うーなるほどなるほど。で、耐えれるは耐えれる。なんですけど。いやー、ここさ。これ、アポロン使って8コンボできる自信ないから。で、アポロン使っちゃうと多分落ちやすいゾーンでゴゴゴゴゴになっちゃうと思うんだよ。それなら、このターン耐えた方がいいんじゃないかなと思う。どうです？どうですって言っても誰も。返事返ってこないんだけどさ。はい。これでどうかな？ここはあえて、行きません、倒しに。ただ、行動パターンがわかんねえな、この後の。うわぁ！マジか！いや、それならアポロンだね。ただ、ロックされちゃってんのか。アポロン使って、あ、そっか、闇は変えれんのか。うわぁ、むずい。1列だけにしようか。これゴゴゴゴゴになる気がすんな。
はい。いやー、コンボは超いい。頼む、8コンボ出て、8コンボ。1、2、3、4、5、あ、近い、1個でいいよ、1個。終わります、バイバイ。よし、また帰ってきた。ホーム画面で、ね、戻るたびに一人だけ趣味に出してくれる人がなんか現れんだよね、毎回。で、なんでこれ多分勝つまでやれってことなんだろうね。オッケー、いいでしょう。うん、これはいったはず。で、4つ消しにもして回復倍率もかけてる。オッケーオッケー、いいね。次も回復6個ある。あれあれ、いや、これイル6出た場合さ、浴槽トース使わざるを得なくて結構そこがずるいんだよね。やっぱ超追撃は本当にさっきから文句しか言ってないけどすげえ使いづらい。結構ね、縦追撃の回復5個ぐらいならね、普通の追撃なら自力で色呼べんだけどな。わー、ビシュヌ、ビシュヌが出たな。で、どうしよう。とりあえずこれは使います。風神は使って、あー、使う順番逆だったな。これ使う。いやー、どうしよう。ヨグソトースがあと2ターンでよくわかんないやつ溜まっちゃうんだよね。さっき使ったのは、そういえば左を光にしてたな。これにすっか、ヨグソトースにしよう。オッケー。で、イル6は出ない。イル6は出ない。イル6は出ないっす。光1個だけ残そう。さっきからね、なぜか、いや、2個残そう。光2個残します。オッケー。うわ、やっぱこれがすげえな。うん、いいよいいよ。で、イル6お願いします。いや、逆だ、イル6お願いしますじゃね。うわ、いや、だからさこれどうしよう。シューミン使って、いい調整して、そっからアポロン使おう。いやー、むずいよな。どうこれ。倒しちゃう？軽減は張りたいんだよ。なんで、光の2コンボはどうしても入れたい。いや、倒しちゃうか。いや、これミスったな。いやですよね、ごめんなさい、今のはミスった、普通に。シューミン、ちょ、スキル連発しちゃうけど、これしか方選択肢がないんだよ。いや、そうだよね。これ、ワンパンで多分沈められると思うんだ。列にしないで6個消しってどう？これでどう？よし！よし、やってこう。で、これ使います。エスカマリ使って、で、どっちね、ソティス出て、調整ミスっちゃってさ、風神をね、使わされたんだよ。なんで、ちょっとやばいかもしんない。ビシュヌ出たらやばい。ビシュヌ出ないこと祈って、で、回復じゃなくて、光、光。いやー、全然ねえな。結構ね、落ちやすいゾーンをやった後は常に盤面に欲しいんだけどな、ビシュヌ以外。よし、帰ってきた。よーし、帰ってきた。で、どうしよう。アポロンかな。ただ、回復したいな。でも、リファイブ耐えれると思うんだよ、軽減使えば。どうしようかな。シューミン使って回復消えないことにかけようか。ちょっと回復したい。頼む、消えないで。3つでいい。3つあればいい。いいね。今、あわよくば4つ残ってほしかったけど、4つ残った。で、ここは、こうします。急行消し。で、最初も言ったかもしれないけど、急攻撃してね、最大倍率だと思うんだよね。はい。OK、いいね、完璧だ。よし、で、イル6やめて。いや、で、さっきからこれがフラグになってんだよな。イル6OK、イル6OK。いったでしょう。で、ベルゼブブ出ても一応エスカマリで対応できる。オッケー。さあ、なんでこいつ出すぎなんだって。ほんとに。やばい、軽減張れてない。耐えて、耐えて。危ねえ。危ねえ。危ねえ。いや、どうしよう。うわ、そうか、今、でも今、回復量的に軽減できたかな。いや、蓋できたな。ちょ、今思い出せば蓋できた記憶があった。いやー、すげえ、これアポロンの闇軽減のおかげだね。で、これエスカマリ使います。で、ヘパドラに対応、ヘパドラ。ヘパドラに対応します。
いや、いいでしょう。これで、オッケー。で、なんか簡単なの来て。で、回復落ち込あればすげえいい。いやー、回復すらないんですもんね。回復がない。まあ、でもいけるでしょう。